雪やコンコンあられやコンコン。ついに雪まで降ってきたな。東日本の人たちは大変だろうぜ。あっちの人たちからすれば雪は天災と変わらない時があるもんね。例年通り、今年も豪雪の予報が出ているから気をつけてほしいよ。寒さ対策を万全にして、コロナやインフルエンザにも負けないようにしないとね。そうだね。さて今回は最上型護衛艦4番艦三菱長崎造船所で進水式を開催したことについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。令和3年12月10日に、三菱長崎造船所で行われたのは、海上自衛隊最上型護衛艦4番艦の命名式と進水式だったよ。今回は、冒頭で述べた通り、最上型4番艦の進水式を詳しく解説していくね。海上自衛隊も、次世代護衛艦の建造がかなりハイペースで進んでおり、次世代ならではのステルス護衛艦建造が驚異的なピッチで進んでいるんだ。中国の055型フリゲート艦とは、天と地ほどの性能差と言われているよ。海上自衛隊は、長崎県の三菱重工業長崎造船所で建造が進められていた、次世代護衛艦最上型護衛艦の4番艦 FFM4 の命名進水式を2021年12月10日金曜日に実施することを公表したんだ。今回進水することになった FFM4 は、最上型護衛艦として2020年7月に寄港され、三菱重工業長崎造船所においては、1番艦最上と3番艦の城を建造して以来、3隻目の進水となるよ。進水式は、佐世保地方総監出口勝と会長によって執行される予定となっているんだって。海上自衛隊の最上型護衛艦は、平成26年度の防衛白書の中で次世代系護衛艦として建造の構想が立てられ、平成31年度から令和5年度までの中期防衛力整備計画で新型護衛艦として整備計画が決定されたぜ。そして1番艦の神は平成30年度予算で寄港が承認されたことから 30FFM と称されているな。艦式号の FFM は、フリゲート艦を表す FF に多機能モータルファンクショナルと機雷マインの頭文字である。M を組み合わせた新しい艦式号となっており、海上自衛隊の意気込みが現れているようにも思えるね。多機能という新たな付加価値を加えたことにより、これまでの護衛艦とは異なるコンセプトで設計された艦艇であり、かつ機能の割にはコンパクトな設計になっているところが諸外国の海軍関係者からも注目を集めているよ。海上幕僚監部広報室の公式発表によると、FFM という艦種は、日本近海での中国公船などによる不法な活動を警戒監視する業務に当たるほか、対潜戦闘対空戦闘対水上戦闘のいずれにも対応可能なマルチタスク対応の艦種を指すとのことだよ。将来的には、対地雷戦にも対応する機能が付加されることで、総海底の内容も可能となっており、シーレーン防衛やアラビア海などでの海賊対処活動などの海外派遣にも対応可能な艦種として期待を集めているぜ。ちなみに最上型は、同型艦として22隻の建造が計画されていて、防衛省は現有の護衛艦48隻体制を54隻体制にまで拡充する構想を明かしているみたいだな。中国海軍の脅威、北朝鮮関連有事、原油というエネルギーの安定供給のために必要な海外派兵など、様々な状況が想定される中、関係者の中にはこれでもまだ少ないという声が聞かれるぜ。最上型のスペックはどんな感じになってるの？次世代型護衛艦最上型護衛艦のスペックは、基準排水量3900トン満載排水量5500トン、全長 133.0 メートル最大幅 16.3 メートル基地水深 9.0 メートルとなっており、従来の護衛艦よりも多少コンパクトになっており、そのコンパクトさは諸外国の海軍関係者も驚いているようだね。機関として採用されているのはコーダック方式ディーゼルエンジン2機とガスタービンエンジン1機で、最大7万馬力の出力を誇り、最大30ノットの速力で航行可能となっているよ。これだけの機関があれば、中部太平洋のシーレーン防衛など、急を要する出動にも十分対応できるだけのスペックを有しているね。艦隊サイズだけを見れば、現行の汎用護衛艦旭方護衛艦が基準排水量5100トン、満載排水量6800トン全長151メートル最大幅 18.3 メートル程度であり、いかに最上型がコンパクトになっているかがわかると思うよ。海上保安庁で最大の大きさを誇るヘリコプター搭載型巡視船黎明も、満載排水量6500トン、全長150メートル、最大幅17メートル程度であり、一般的に考えられている大きさと比べても、その求められている任務の割にはコンパクトな艦であることがわかるね。任務遂行に欠かせない兵装を見てみると、
62口径5インチ砲×1×12.7mm 機関銃に加えて、RWS 遠隔操作式銃化 ×2 機マーク。41VLS 垂直発射システム16セル ×1 機、シーラム近接防空ミサイル ×1 機17式 SSM 艦隊艦ミサイル、4連装発射筒 ×2 機 324mm 3連装単魚雷発射艦 ×2 機を装備しているんだ。これだけの装備があれば、威嚇声越えから選手防衛声越えも十分可能であり、諸外国におけるイージス艦の役割を十分に果たすことができ、かつ総会業務など対戦業務にも十分対応できるスペックを有しているぜ。その他、対地雷戦システム、無人水中高層からの UUVH機、無人水上高層からの USV1 艇、H60 軽装甲ヘリコプター1機を搭載する予定があるものの、VLS と USV については後日装備とされており、今後2022年以降に搭載される予定とされているな。艦のコントロール関係を見てみると、C4ISR として戦術情報処理装置 OIQ1 が艦船運航システム、艦船維持管理システム、艦内外通信システム、指揮統制システム、各種武器システムなどを統括して運用可能となっており、そのうち戦術データリンクは NATO 北大西洋条約機構規格であるリンク22に対応しているよ。センサー類には、多機能型の OPY2 レーダーが装備され、その他にも OQ91 対機雷専用ソナーシステム、栄光ソナーとアクティブソナーの両機能を有する OQ925 水上艦用ソナーシステム VDSTASS が搭載されているんだ。その他、電子戦装置として従来の護衛艦と同じ NOLQ3E 電波探知妨害装置が搭載されており、これも諸外国の同型艦に引けを取らないスペックとなっているね。ここまでの装備があれば、同盟国海軍との共同軍事作戦も十分可能であり、アメリカやオーストラリアなどと結んでいる対中国連携クアッドにおける軍事面での連携も、さらに加速することが予想されるぜ。また最上型の艦隊はコンパクト化とともにステルス化も可能となっており、レーダー反射断面積 RCS の低減に配慮された設計がなされているようだな。艦隊や上部構造物には傾斜角が付けられ、ナックルラインが前甲板から艦尾まで続く構造になることで、よりステルス性を重視するデザインとなっているよ。また、これまで前上甲板にあった東洋病関連機器などは艦内に配置され、他の護衛艦の上甲板にあった通路など、最上型では廃止されているなど、既存艦の運用により得られた教訓を取り入れている部分が多数見受けられるね。その他、魚雷発射艦やミサイル発射装置など、敵のレーダー波を受けやすい構造物をすべて艦内に収納、さらに艦体にレーダー波を吸収するセラミック素材を多用することでステルス性をさらに向上させていることから、今後のステルス化改装を待たずども、すでにステルス護衛艦とも呼んでも差し支えないほどのスペックを有しているんだ。また、昨今の海上自衛隊における人員不足を受け、最上型では省人化が図られていて、その乗務員数は定員約90名うち女性自衛官10名となっており、同じ基準排水量である朝霧型が定員約220名であることから、その半分以下で護衛艦を運用できるというハイスペックな性能を有しているよ。これだけ性能アップを果たしているにもかかわらず、建造費は旭方の3分の2、1隻あたり450億円程度であり、省人化と省コスト化を実現する護衛艦として今後も建造が進められていくことになるだろうね。そして防衛省では、最上型の運用にはクルー制の導入を予定しているみたい。クルー制は、海上保安庁でもすでに導入している制度ですが、乗組員を個別の護衛艦に固定せずに、複数のグループに分けグループごと艦を乗り換えるシステムとなっていて、艦艇の検査修理以外で停泊している期間を短縮する新しい制度として注目されているよ。なお、最上型のクルー制においては、3隻の最上型護衛艦に対して4組のクルーを配置し、常に3組がいずれかの艦にて乗務に当たっている間、1組が休養するローテーションを想定しているんだって。クルー制の実現で、休暇取得に関してブラック状態であった隊員の勤務環境を改善できるものと期待されているんだ。なぜ海上自衛隊がクルー制を導入できずにいたのかな？それには理由があるみたいだよ。これまでの護衛艦では、同型艦であっても艦艇ごとに装備や計器類配置などに多少の違いがあり、個別の護衛艦ごとに習熟させた専属乗組員を配置せざるを得なかったんだ。だが、最上形では全ての同型艦が全く同じ性能と装備で量産される護衛艦となったため、クルー制でも運用可能と判断されたってわけだな。防衛省としては、護衛艦の稼働率を高めることで、同時期に導入する哨戒艦との連携を図り、
警備の警戒監視運用を強化することを目指しているぜ。これは尖閣諸島などにイスラル中国交戦への対応で多忙を極めている海上保安庁の巡視艇へのサポートや、さらなる警告活動において護衛艦が直接乗り出すことを想定するなど、従来の護衛艦任務とは一線を画す運用を想定しているとされているんだよな。ちなみに野上型護衛艦はこれまでに3番艦までが浸水命名されていて、1番艦野上、2番艦熊野、3番艦の城と、日本国内の河川名が名付けられているぜ。これらの河川名はいずれも、帝国海軍においての従順領艦野上熊野の城として使用された慣れもあり、4番艦も含めて、今後建造が計画されている SSM にも河川の名称が与えられると予想されているな。海上自衛隊の艦艇の大半は、帝国海軍の艦船名のオマージュとも言えるけど、今後登場するヘリ空母が伊勢日向であったように、今後もオマージュの傾向は続いていくことだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。最近バイクの値段がすごく高騰しているみたいだね。そうらしいな。10年前までは比較的手に入りやすかったさすが、中古でもなかなか手が出せない値段になっているって聞くぜ。多分、アニメの影響だよね。今すごく流行ってるし。人って組織社会ってこともあってからか、影響されやすい生き物だからな。少し前のアニメのキャラクターと同じ髪色にするスタイルが流行っていたしな。グラデーションってやつだよね。あのアニメに関しては爆発的な人気だったよね。きっとみんな頭の中でおのおのの呼吸を口ずさんでいたはずだよ。それはお前みたいな子供だけだろ。アニメが好きなのに大人も子供もないでしょ。すごい剣幕だな。まあそうだな。まあ何にせよ、他人のものがよく見えちゃうし、他人よりいいものが欲しいって思うのが人だよね。よくも悪くも人の性質だよな。他人よりいいものをと追求することで競争意識を生んで、新たな発明をすることもあれば、妬みや嫉妬でそれらを凝らしてしまうこともある。哲学的だ。よくわかんないけど平和が一番だよね。うんうん。それじゃあ本題だけど、今回は中国海軍の055南昌旧駆逐艦についてと、中国への日本の対策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年の中国海軍といえば、航空母艦として中国での一番艦で練習艦とも言われる遼寧や、初の国産化を果たした山東などが台湾沖や南シナ海で演習を行うなどその活発さが目につくよね。ただしこの2021年にはこうした遼寧や山東が中国の沿岸部で活動を停止して長時間停泊したままの状態であったり、アメリカ海軍の駆逐艦に接近されたりとまだ本格的な戦力とは言いかねるようだよ。俺らはまだ本気じゃないぜって感じかな？まあそれでも中国はこれらに続くさらに大型で原子力推進、そして電離式カタパルト等を実装した本格的な航空母艦の建造を再開しているとみられ、いずれは脅威度を増してくることは間違いないだろうな。うん、航空母艦を効率的に運用するには、アメリカ海軍のような空母打撃群の編成が必須であるし、防御力の脆弱な航空母艦を周囲で護衛する艦艇を多数配備することが避けられないと思うよ。アメリカ海軍では大型の原子力航空母艦1隻を、攻撃型原子力潜水艦1隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦1隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦2隻とその他補給艦などで構成する体制を敷いているんだ。これらを含めて1ユニットの空母打撃群と総称しているが、11隻の大型原子力航空母艦を保有しているため最大で11ユニットもの数を運用しており、修理点検、訓練、休養のローテーションを維持しているとのことだよ。これだけ大掛かりな空母打撃群を保有するからこそ、アメリカ海軍が世界中にその戦力を投入することが可能であり、イギリスやフランス、ロシア等の他の航空母艦保有国を圧倒する展開力を持つんだよな。こんな国ともっとも密に繋がっているのが日本だと考えると誇らしいよね。最強の軍事力を持つアメリカとそれを支える最高の技術力を持つ日本。この二国が組んでいれば怖いものなしだね。そうだね。中国海軍としては一気にアメリカ並みに世界中に派遣できる空母打撃群を編成するには、同様に11隻以上の大型の航空母艦を用意する必要があるだろうけど、西太平洋に限定するならばもっと早まるだろうと予想されているよ。そうした中国海軍の拡張の中で、
これらの空母打撃群の艦隊防空を担いうる規模の大型の水上戦闘艦が05型南昇級駆逐艦であり、すでに2020年に就役を始めていて、今後大量建造されるだろうと囁かれているよ。2021年3月にはこの05型南昇級駆逐艦を中核とした、水上戦闘艦のみで構成された艦隊が対馬海峡の公海上を通過して日本海方面へ北上したことが報じられ、自衛隊も監視活動を強めているようだね。05南昇級駆逐艦って具体的にはどんな駆逐艦なの？05型南昇級駆逐艦は、基準排水量1万1000トン、満載排水量1万3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊に COGAG 方式の機関部で最大出力13万馬力、最大速力32ノット、航続距離5000海里とされているよ。ちなみに現行のアメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が、基準排水量7242トン、満載排水量1万10トン、全長 172.46m、全幅 16.76m で最大出力 8.6 万馬力、最大速力30ノット。このため05型南昇級駆逐艦は、大きさ容積ともにタイコンデロガ級巡洋艦を上回っており、アメリカをはじめとする西側諸国ではミサイル巡洋艦とみなし、類反型巡洋艦として認識されているよ。2021年現在、この05型南昇級駆逐艦をしのぐ排水量の水上戦闘艦は、アメリカ海軍のズムボルト級駆逐艦3隻とロシアのキーロフ級巡洋艦4隻しか存在しておらず、すでに両者とも建造は終了しているんだ。そこからすれば中国海軍の05型南昇級駆逐艦が、事実上建造が継続されている中では世界最大の水上戦闘艦艇であり、すでに3隻が就役、5隻が建造中、追加で8隻が予定されているぜ。05型南昇級駆逐艦はその大きさから兵装の多さも特徴で、四方には前級の052型駆逐艦同様に HPJ45 型 130mm 単装砲1機、中核には GJB5862006 型 VLS を合計112セル装備していると見られているんだ。GJB5862006 型 VLS って？この GJB5862006 型 VLS は、アメリカ軍をはじめとする西側諸国標準の MK41VLS より1セルあたりの容積が約 1.6 倍とも言われており、艦首部分に64セル、艦中央に48セルが配置されているよ。GJB5862006 型 VLS には艦対空ミサイルとしては、射程距離約200キロの長距離用の HH99B や、同約30キロの中距離用の H96 を搭載して運用することができると言われているぜ。また艦対艦艦対地の両方に使用できる IJ18 も搭載可能であり、こちらは射程距離が約220キロから540キロまでと推定値にもばらつきがあるが、中長距離攻撃が可能であることは間違いないだろうな。05型南昇級駆逐艦はこうした兵装を運用するために、S および X バンドのアクティブフェイズドアレイレーダーを備え、これらに加えてステルス機探知用の UHF 隊に対応しているとの指摘もあるんだ。仮にこうしたステルス機探知能力の保有が事実だとすれば、日本が調達中の F-35A や、これに搭載する JMS ミサイルは海面近くの低空の場合200キロ未満の射程距離になる恐れもあり、HH99B で撃墜される恐れも生じるんだよね。そこでそうした事態を回避する方策として F-15A に改修を施し、最大射程900キロ以上の空対地ミサイル JASSMER をベースに、最大射程800キロといわれる空対艦ミサイルロラズムのストックを目指しているってのが現状だぜ。超長距離から一方的に迎撃する構えなんだね。まるで長距離部隊みたい。現状では空対艦ミサイルロラズムの射程距離を上回る艦対空ミサイルは存在しないため、敵の射程距離外からのアウトレンジ攻撃を可能とし、敵艦艇の接近を阻止しようとする方針だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。見てくれて、ありがとう。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 ウクライナとロシアの状況は悪化の一途をたどっているね。
もうとっくに軍事施設以外の建物にも攻撃しているし、ロシアは市民を巻き込む気満々だよ。実際、ロシアは避難所であろうと何であろうと、徹底的なまでに攻撃しているもんな。しかも極音速ミサイルまで使っているみたいだし、もはや総力を挙げてウクライナを潰しにかかっているぜ。ウクライナも前線しているけど、やっぱりロシアが相手じゃ厳しいよね。ウクライナの大統領は力強い意志を持った指導者だが、物量の差は覆しがたいよな。何にせよ、早々に終結してくれることを願うばかりだぜ。終わらせ方も難しいところだけど、一日でも早く終わらせて、何よりこれ以上犠牲者を増やさないようにしてほしいな。お願いだから民間人を攻撃対象にしないでほしいよ。そうだよね。日本も対岸の火事とは言えないし、もしもの場合に備えて軍備を整えておく必要があるよね。さて今回は、かつて日本海上自衛隊の主要仮想敵だった旧ソ連の潜水艦についても踏まえて、近年はあまり取り上げられないけど、今でも60余隻を数えるロシアのその戦力について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年、尖閣諸島をはじめとする日本の南西諸島などへの中国の軍事的脅威は高まりを見せ、2021年にアメリカがバイデン政権へと移行する狭間でその動きはさらに顕著だと言えるよ。そうした中国海軍の艦艇に対し、日本側としては海上自衛隊の潜水艦隊を強化し、領土領海への接近阻止を担う最重要兵器として、その22隻体制に向けた拡充を続けているんだ。しかし太平洋戦争後の旧ソ連の崩壊までの長らくの間、海上自衛隊や日本自体が最大の仮想敵国として想定していたのは紛れもなく旧ソ連であり、現ロシアもその延長に位置しているぜ。現ロシアは過激な発言も多いし、日本に飛び火しないとも考えられないから怖いよね。ロシアと中国は水面下で繋がっているだろうし、太平洋戦争後の日本はその敗戦により航空機の開発などがアメリカなどの連合国から禁じられてしまったけど、同様に潜水艦も保有すると渡航禁じられた兵器のうちの一つだったんだ。この潜水艦を日本が再度保有することが認められたのは、皮肉にも太平洋戦争においては同じ連合国の一員に名を連ねた旧ソ連とアメリカとが激しく対立する、冷戦構造が生じたためだね。朝鮮戦争を経て、旧ソ連の封じ込めを日本の武装解除よりも重視し始めたアメリカによって、再び日本は潜水艦の保有の必要性が認められることになり、当初それはアメリカから貸与されたものだったんだ。海上自衛隊がアメリカ海軍の打倒級潜水艦を貸与され、それを黒潮と名付けて収益させたのは、ちょうど太平洋戦争終結から10年後の1955年でここから海上自衛隊の潜水艦運用が始まったよ。紆余曲折を経て、今では世界トップクラスの潜水艦保有国だもんな。この成り上がり方こそ、日本の魂そのものだと思うぜ。本当にそうだね。旧ソ連は現在のロシアも同様に伝統的に陸軍国ではあるけど、米ソの冷戦時代には圧倒的に優位な戦力を持つアメリカ海軍、特にその空母打撃群の自国への接近阻止を戦と潜水艦を配備したってわけ。旧ソ連はアメリカ海軍のように潜水艦の動力源を原子力推進型に一本化はせず、通常動力型潜水艦も同時並行で配備を続けており、その流れは現在でも変わっていないぜ。こうした旧ソ連現ロシアのような潜水艦運用は、近年の増強が著しい中国やインドで同様の状態であり、それもかつて旧ソ連の技術支援を受けて潜水艦を保有している両国に共通しているんだ。現在のロシアは2020年度のグローバルファイアパワー等の軍事力ランキングでも、アメリカに次ぐ世界第2位というポジションをキープしているけど、以前のような勢いは失われつつあるみたい。それでも今の状況を見る限り、ロシアの力は驚異的だよな。伊達に世界第2位の位置にいるわけじゃないってわけだ。そうだね。というのも額面の軍事費では今のロシアはアメリカの 12% ほどしかなく、国家としての GDP も実は韓国より少なく、どちらかといえばこれまでの遺産でその地位にいると見た方が正確だね。それでも旧式な艦艇も含むとはいえ、2021年時点でもロシア海軍は多数の潜水艦を保有しており、戦略型原子力潜水艦、攻撃型原子力潜水艦、通常動力型の攻撃型潜水艦等60余隻を数えるよ。陸軍同様、海軍においても警戒しなきゃならないってわけなんだね。2020年12月に新型の SLBM 潜水艦発射型弾道弾の発射実験に成功したと報じられた。ウラジーミル・モノマフはこうしたロシア海軍の戦略型原子力潜水艦ボレー型の3番艦だね。
ここで使用された SLBM-3M14 ブラバーミサイルは射程距離が8000から9000キロメートルにも及ぶとされ、現在アメリカや日本が備える弾道ミサイル防衛網を無効化する兵器と言われているよ。ボレー型は水中の排水量が2万4000トン、全長が170メートル、全幅が 13.5 メートルにも達する巨艦で、背面上部26機の SLBM 発射艦を備える戦略型潜水艦で4隻が就役、追加で4隻が建造予定だね。ボレー型でも海上自衛隊で最大の排水量を誇る護衛艦出雲加賀の満載排水量2万6000トンにほど近い大きさだが、ロシアにはこれ以上の戦略型潜水艦も存在しているぜ。それがタイフーン型であり、水中排水量最大4万8000トン、全長が175メートル、全幅が23メートルに20機の SLBM 発射艦を完備していたが、6隻中1隻を除きすでに退役が行われているな。またロシアにはヤーセン型と呼ばれる原子力潜水艦も存在し、こちらは SLBM 発射艦8機と 533mm 魚雷発射艦10門を備えており、攻撃型潜水艦の性格と対地攻撃の両面を合わせ持つんだ。このヤーセン型は設計自体は1990年までに完了していたものの、旧ソ連の崩壊で1番艦の就役は2014年まで遅れたけど、これまでに4隻が就役し、その後も5隻ほどが建造されると予想されているよ。純然たる攻撃型の原子力潜水艦としてはシエラ型があり、こちらは前期の1型と後期の2型に大別されるけど、各2隻ずつが建造され、これまでに1隻が退役、3隻が就役中と見られているね。シエラ2型は、水中排水量約1万トン、全長約110メートル、全幅約 12.3 メートルの艦隊に 533mm 魚雷発射艦6門を備えており、さすが原子力推進だけあって水中の最高速度も32ノットを上回るものとなっているよ。通常動力型の攻撃型潜水艦としてロシア最新の艦はラーダ型だが、未だ1隻のみが就役した状態で、以前のキロ型が旧ソ連時代の1982年から就役、今でもロシアで20隻、中国でも12隻が稼働中だね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日のお題は安全についてだよ。安全？そうそう。安全だよ。みんなは安全第一というスローガンを知っているかな？工場なんかで働いている人には馴染みのある言葉だと思うぜ。その安全第一というスローガンには続きがあったんだ。安全第二とかかい？違うに決まってるだろ。安全第一の他は、品質第二、生産第三だぜ。正解だよ、知ってるなんて意外だね。日本で知らないっていう人が多いのは当たり前なんだ。どうして？実はもともとはアメリカの企業で使われていたスローガンなんだ。え、日本じゃないんだね。日本では安全第一の部分だけが使われることが多く、実際に工事現場や工場などでは安全と第一の間に緑十字を挟み、安全プラス第一と表記されているな。ちなみになんだけど、安全第一とスローガンが掲げられてからは、労働災害による死亡数が、1000人を下回っているらしいんだ。安全第一と掲げるだけで減るなんてすごいね。高度経済成長期には亡くなる人が6000人を上回ったことがあるらしいから、安全第一で皆さん頑張りましょう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。また見てね。今日も、一日、ご安全に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 。
韓国海軍が誇る大型輸送艦マラドは、皆も知っているよね。そんなマラドが、軽空母化に向けて本格的な検討に入ったことが明らかにされたんだって。韓国海軍が誇るって言われてもな、軽空母化して何するつもりなの？軽空母化して何をするのかはわからないけど、軍事関係者の中には、海上自衛隊の護衛艦出雲などに対抗しようとしているのではないかとの声もあるみたい。韓国は本当に日本に対抗したがる節があるよな。勝手にやってくれとら思うが、変な勝ち誇りを見せて迷惑をかけるのはやめてほしいぜ。ほんとだよね。さて今回は、韓国海軍の誇るウマラ島のポテンシャルや軽空母化計画について、面白おかしく解説したいと思うよ。それじゃあ行ってみよう。そもそも、韓国海軍がマラドを軽空母化する理由について考えてみると、正直言って疑問に感じる人が多いはずです。空母を持つことの意味や意義を考えてみると、アメリカなどのように先制攻撃可能な攻撃力としての価値、そしてその攻撃力を持っていることを誇示することによる威嚇の効果、この二つがあると思うんだ。空母のメリットは、陸上のみならず様々な場所から攻撃を仕掛けることができることであり、いわゆる敵国に対していつでも攻撃することができるぞと威嚇する意味があるってわけ。じゃあ韓国海軍に、威嚇すべき敵国があるのかといえば、答えはイエスだよね。韓国が敵視している国って、そう、日本しか彼らの敵国は存在しないんだよね。古来より、日本に対して敵視することしかしなかった韓国だから、北朝鮮は違うのかと言われれば、それは違うと言い切れるよ。なんだかんだ言っても同胞だから、同胞に対して銃を向けるよりは日本を敵視する方が絶対に楽なんだろうね。でも、日本の同盟国はアメリカであり、アメリカは韓国にとっても同盟国になるよね。そうなんだよな。同盟国の同盟国が敵という、わけのわからない状態になっていること自体がおかしいぜ。うんうん、アメリカもそのことは理解していて、軍事機密情報を韓国にどこまで共有しているかといえば、最重要の機密情報は伝えていない可能性が高いそうだよ。日本にはもちろんそれ相応の情報が提供されているとは思うんだけど、まあ、韓国としては敵国である日本が軽空母を所有することになった。ならば俺たちもそれを上回るスペックの軽空母を所有しようじゃないかって感じなんじゃないかな。だって、敵が持っているんだからこっちも対抗しないと、ってなるんだろうね。そうそう、今回のマラド軽空母化の発端も、簡単に言うとそんな感じだろうね。とはいえマラドが軽空母になって、日本が恐れおののくかといえば、その答えはノーだったりするんだけどね。なぜなら、韓国が掲げるようなスペックが本当に実現できているか、日本の反応は正直言っていぶかしげだからってことが挙げられるんだ。ある意味ポンコツ兵器とみなしている専門家もいるぐらいだからな。そもそもマラドの軽空母化をぶち上げたのは、日本が出雲加賀などの護衛艦を軽空母化することを決定し、実際にアメリカ海軍と合同の訓練まで実施することになってからのことだよ。もちろん、これら2隻の護衛艦の軽空母化については軍事国家日本の再来として韓国は強く批判していたみたい。中国の陰に隠れ、便乗して批判するといういつもの対応だけどね。その証拠に、マラドに搭載する戦闘機は、出雲加賀と同様にアメリカの F-35B を想定していることを明らかにしているよ。日本ができることを、我が国でもできないはずがないだろう、という対抗心は相変わらずだね。でも、2021年に就航して訓練を始めたばかりのマラドが、2022年に実戦投入できるだけのスペックを有することができるのか、まずはそこから考えた方がいいと失笑する軍事アナリストも多いみたい。今までの実績を見ると当然だよね。どんなに韓国が威勢よく語っても、結局マラドの基本は輸送揚陸艦であり、排水量も 14,500トンにしか過ぎないもんね。出雲は 19,950トンだから、そもそもオーバースペックなことをやろうとしても、うまくいくわけないんだ。海上自衛隊の護衛艦と比べるとヘリコプター護衛艦とどういうレベルの艦艇だから、それを軽空母にするということ自体が滑稽な話だよな。ちなみにマラドラ6と9輸送揚陸艦の2番艦にあたり、スラップシップ艦の6ともすでに就航済みだが、こちらは就航直前にトラブルが頻発し、ようやく就航したかと思えば、バラストの不具合から高速航走が困難であるという欠陥を抱えて、現在補修の最中だったりするぜ。何より、マラドをはじめとするドクト級では、F-35B のロケットエンジンから発せられる高熱の排気に耐えられないんだよね。出雲加賀はすでに対応工事を完了しているので、実際にアメリカ海軍と合同で F-35B 乗り発着訓練を実施し、成功を収めているよ。
かなりの高熱を廃棄するため、出雲加賀でも相当の補修が行われたと言われているけど、韓国は同様の補修を行うことができるかってところは甚だ疑問だよね。韓国はそれでも問題ないと連呼するんだろうけど、マラドを取り巻く環境はさらに深刻なものなんだ。そもそも、アメリカが F-35B を韓国に売ってくれるのかどうか、買うだけのお金があるのかどうか、そのコンセンサスが全く取られてないんだよね。アメリカ議会は F-35B を輸出することに反対しており、韓国は買いたいけど買えない状況に追い込まれると思うよ。日本には売るのにおかしいと言うだろうけど、日本はアメリカと安保条約に基づいて同盟関係を維持しているのだから、全く問題はないんだ。アメリカという国は、自国の利益を保障してくれる相手としか取引をしないと言われているしね。日本との取引は、将来的に起こり得る対中国軍事行動において、良きパートナーとして活躍するであろう日本に対して、軍事力の強化を支援することはアメリカの利益でもあるんだ。一方、韓国のことをアメリカが同盟国とみなしているかといえば、疑問符が残るんだよな。アメリカが韓国の防衛を請け負っている。そう勘違いする人もいるが、韓国にいるアメリカ軍が国連軍であり、アメリカの意思で韓国にいるわけではないぜ。朝鮮戦争が休戦している間、休戦協定に基づいて安全保障のために韓国に軍を駐留させているだけで、韓国とアメリカが安保条約を締結している話もないし、締結しようとする話もないってわけだ。それどころか、北朝鮮や中国との関係入りに躍起となっている韓国を、アメリカが果たして同盟国とみなせるのか、世界の常識で言えばありえないってのが一般的だろうな。一応、信頼はできないが同盟国もどきの韓国に対して、アメリカは F-35A の販売には応じ、配慮を示しているよ。ただし、F-35A の運用に関して運用のノウハウが不足しているとして、アメリカ主導の教育プログラムを有料で提供するとしているんだけど、その有料の部分が気に入らないのか、韓国国内ではアメリカに対する非難の声が上がっているみたい。自国を守ってもらっているくせに、厚かましいことよね。まあ、それがわかるような韓国国民ではないか。マラドの件について、少し話を戻そっか。そもそもなぜ韓国海軍がマラドなどの建造に踏み切ったのか、それは上陸作戦を円滑に遂行するためであるとされているよ。当初は、上陸作戦の支援として大型ヘリを5機程度同時運用できるヘリ空母としての構想があったようで、そこにドライドックを装備してエアクッション艇など上陸用の船艇も同時に装備して、強行上陸から支援攻撃まで達したようにこなせる万能艦としての用途を想定していたようだね。そして、搭載するヘリコプターは日本でも話題のオスプレイを想定していたようで、空陸同時に上陸作戦を展開できるポテンシャルを持たせようとしていたんだけど、現状においてそこまでの習熟はなされていないんだ。そして、マラドに関連するプロジェクト名は、意外なことに大型輸送艦にプロジェクトと呼ばれているみたい。なんでも、軽空母を所有することで中国や北朝鮮に対する誤解を招くことから、あくまで大型輸送艦であることをアピールしているようだね。その割には日本向けに軽空母にするぞとアピールしているんだから、本当に何を考えているのかわからない国だよ。韓国の考えの中身はアメリカへの依存脱却もあるかもしれないな。アメリカが要求した、弾道ミサイル迎撃システムサードの韓国内配備を受け入れた結果、中国から実質的な経済制裁を受ける羽目になった韓国では、中国よりアメリカに依存する現在の体制を批判する声が上がっているようだし、確かに、中国と朝鮮が属国と軍主国という関係性が長年続いており、韓国国民の中にも中国の言うことは聞くべきだとの価値観を持っている人も多いはしいぜ。アメリカは何もしてくれない。中国はお兄さんなのだから言うことを聞いた方がいい。そんな幼少期の兄弟関係のようなことを、国際政治の中で標榜するというのだかは、もうつける薬はないよね。マラドを軽空母にしたくなったというのは、アメリカ依存からの脱却を目指す動きの一つかもしれないね。韓国の現状では、有利になると横須賀にいるアメリカ第7艦隊が出動し、日本海に展開することで北朝鮮やロシアに睨みを利かせる。それが担保されているからこそ戦争が抑止されていると考えていいと思うよ。だからといって、軽空母が一隻あれば抑止力が完成するわけではないんだ。アメリカの空母運用では打撃群という名称を用いて、空母を中心としてフリゲート艦、イージス艦などが統合運用されることで戦力となっているんだけど、韓国にこれだけの打撃群を作り出すことができるのかな。もちろん、日本はそれだけの能力があるから出雲加賀の軽空母化に踏み切るわけで、韓国のように日本が持っているのが悔しいからのように、
短絡的な目的でもないんだ。まあ、軍事関係者の中で韓国はネタの宝庫だから、今回もいいネタを提供してくれたと思い、笑っておけばいいのかもしれないね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57を投入したみたいだね。ウクライナとの戦いは長期化しているし、ロシアとしても苦しい状況が続いているからな。ウクライナは国民一丸となってこの状況に立ち向かっているもんね。ロシアが苦戦するのも無理はないよ。それに比べてロシアの士気は低いからな。何せ全世界から非難の的になっているんだから、下級の兵ほど、何のために戦っているのかわからなくなるんじゃないか？そうだね。いろいろな情報が出回っているし、みんなには情報の見極めをしっかりしてほしいと思うよ。さて今回は冒頭でも紹介したように、ロシア航空宇宙軍が第5世代ステルス戦闘機スホイ57を投入したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年2月24日、ロシアはウクライナに対して、ウクライナ国内の新ロシア派住民をウクライナのネオナチ勢力から保護することを名目に、特別軍事行動と称した軍事侵攻を開始したよ。このロシアのウクライナ侵攻に対して、世界各国の政府や指揮者は、軍事大国であるロシアがオグにウクライナをあっという間に制圧するであろうと予想していたね。しかし、そうはならなかったな。ウクライナは米英を筆頭とする西側先進諸国から多くの武器及び情報などの支援を受けながら、祖国防衛という高い士気の下に団結して防衛戦闘を展開し、大方の予想を裏切り前線を続け、ロシア軍は4月上旬までにはウクライナの首都キーフを含めたウクライナ北部から完全に撤退し、戦線の立て直しを余儀なくされたぜ。ロシアの慢心と士気の低下とか、内側から崩れたことも要因の一つだよね。そうだね。それ以後、ロシア軍はウクライナ東部の新ロシア派の支配地域であるドネツク州やルガンスク州の支配領域拡大を機として、東部及び南部への戦力の集結を図り、攻勢を強める方針に切り替えているんだけど、5月上旬時点で、ロシア地上軍は、ロシア陸軍が投入可能な戦力の3分の1を喪失したとされているよ。5月9日にはロシアの国家的記念日である独ソ戦戦勝記念日が控えており、ロシアとしては何としてでもこの戦勝記念日までには、目に見える形での戦果が欲しかったんだろうけど、現実はとても誇れる戦果を獲得できてはおらず、プーチン大統領も戦勝記念日での演説では、ロシアを行った軍事行動の正当性と NATO 諸国に対する批判を展開するに止まっているんだ。このようにロシア軍は非常に劣勢な展開となっており、4月14日には、ロシア黒海艦隊旗艦のスラバ級ミサイル巡洋艦モスクワが、ウクライナ軍の地対艦ミサイルネプチューンにより撃沈されるに至り、ロシア軍の予想外の劣勢は誰の目にも明らかになってきたよ。ロシア軍の4月中旬以降の戦略では、ロシア国境からもほど近く、ロシア国内からの兵站や新ロシア派の支配地域からの支援も受けられるウクライナ東部や南部に戦力を集中すれば、ロシア軍はウクライナ軍に対して大攻勢が行え、一気化成にウクライナ軍を後退させて支配地域を拡大させるはずだったんだ。特にウクライナの東部は、ウクライナ北部とは異なり平地が広がっており、歩兵が身を隠す遮蔽物が少ない地域だからな。そのため、ロシア軍が誇る戦車部隊が最も活躍できる地形であり、戦勝記念日までにはロシア軍は、ウクライナ東部で強力な機甲戦力を用いた大規模な戦車戦闘を行うのではないかと見られていたぜ。それに対してウクライナ側は、北部では歩兵が遮蔽物に隠れて、歩兵携行式対戦車ミサイルを用いた待ち伏せ戦闘を主にロシア軍を迎撃していたが、待ち伏せ戦闘が難しい平野においては、防御力が皆無である歩兵では、対戦車戦闘では非常に不利な状況であるとの分析が、西側各国の指揮者から示されていたんだ。ウクライナも同じような懸念は十分に認識しており、NATO 諸国を中心に戦車や榴弾砲等の重装備の提供を切望しているよ。これに対して米国を中心とした NATO 諸国等は、約100門の 155mm 榴弾砲や自走榴弾砲の提供を決定しており、順次ウクライナへの輸送を行っているね。さすがに西側第3世代主力戦車の提供は、ロシア側を必要以上に刺激することを恐れていってはいないけど、NATO に加入した旧東側諸国が保有する旧ソ連製の T-72 戦車等を積極的に提供しているよ。西側諸国はロシアに対する経済制裁を強化していて、ロシア国内では、一部の商品では品切れが相次いでいるよね。しかしながら、ロシアは国内では食料や天然ガス等の資源が豊富であるため、経済制裁の効果は現れがたいのではないかという意見も指揮者から上がっているが、
しかし原野基本的な食料についての自給は可能であっても、ロシアは精密機械の製造技術が未熟であり、精密機械については他国からの輸出に頼らざるを得ない実情があるぜ。例えば、ロシア国内の携帯電話網を維持するための保守部品の大部分は西側諸国に属する企業のものを使用しており、この企業がロシア国内での部品提供を拒んでいる現状では、ロシア国内の携帯電話網を維持することは相談できなくなり、ロシア国内で携帯電話を使えない地域が拡大していくのではないかとの懸念が上がっているな。そうそう。さらにミサイルや精密機械に利用される半導体もロシアは輸入に頼っており、現状では中国からの輸入に頼っている状態のようだけど、中国からの輸入では賄えない部品も数多く存在し、そのような部品に依存する兵器についてはロシア国内での生産もままならなくなるんだ。そのような兵器は概して高性能な兵器であり、ロシアとしては在庫に限りのある高性能兵器については、今回のウクライナ侵攻では極力使用したくないというのが本音だろうね。しかしながら、先に述べたようにロシア地上軍の3分の1の戦力が戦闘により消失し、航空戦力についても3月中旬時点で、ロシア軍はジェット機とヘリコプターをそれぞれ100機以上喪失した模様だとの報道もなされているんだ。このような情勢の中、ロシア軍は数の上で主力を担っていた、70年代から80年代の旧ソ連時代に製造された兵器群の在庫が不定してきているようだね。ロシア軍が保有する戦車について、4月末時点で写真等にて確認されている限り、D64 戦車が15両、D72 戦車が379両、D80 戦車が115両、D90 戦車が19両破壊されていることが確認されているよ。そして、4月後半には、これまで投入されていなかった最新型の T90M がウクライナ戦域に投入され、撃破されていることが確認されてるんだ。ロシア側にとっては大打撃だよね。さすがにここまでの反撃は予想外だったんじゃないかな。ところで T90M って ?T90M 戦車は、2021年より部隊配備が開始された最新型の戦車だね。本来、ロシアは T14 戦車と呼ばれる最新鋭戦車を開発して配備を目指したんだけど、経済情勢の悪化や部品調達がうまくいかずに同社の開発が遅延し、その穴を埋めるために T72 戦車をベースに現代戦に対応すべく大幅な近代化改修を行い開発されたんだ。T14 戦車が投入できないロシア軍としては、まだまだ数も揃っておらず、補充もままならない虎の子の戦車だけど、数の上で主力であった T72 戦車の大量撃破により運用可能な戦車が不定してきているのか、4月中旬頃より戦線に投入されたようだね。戦線投入後、数日で撃破されたようだけど、ロシア陸軍が補充の効かない高価な戦車を投入せざるを得ないほど、ロシア軍内部で戦車のやりくりが難しくなっている状況が伺えるね。そして、それはロシア空軍の方がもっと切実なんじゃないかな。ロシア空軍が現在保有する戦闘機戦闘爆撃機以下、作戦機は約1200機なんだけど、2014年のロシアのクリミア併合により欧米から経済制裁を受け、そもそもロシアの GDP が韓国以下であることを考慮に入れると、運用可能状態にある機数は多くても保有数の 35% 程度、420機ほどであると思われるよ。そして、そのうち、ウクライナ戦線に投入した作戦機のうち、100機程度は撃墜されたものと報道されているため、ロシア空軍は運用可能な作戦機の4分の1をすでに失っているものと推定されるんだ。特にロシア空軍はウクライナ上空での航空優勢の確保に失敗した影響で、大型の地対空ミサイルによる迎撃を受けやすい航空での飛行を避け、ウクライナ上空では低空で飛行することを余儀なくされており、この影響で地対空砲や歩兵携行式の近距離地対空ミサイルによる迎撃を受け、損害を拡大させた経緯があるからな。そうだね。ロシア空軍の苦しい懐事情は、戦線に投入される戦闘機にも現れ始めているよ。ロシア空軍は4月に入り、ウクライナ戦域に第5世代ステルス戦闘機であるスホイ57戦闘機を投入し始めたんだ。スホイ57は2010年に初飛行したロシア空軍の最新鋭戦闘機で、初飛行から12年経過した2022年時点でも76機しか発注されておらず、この機数の配備を完了するまでには2028年までかかる見通しであるとされているよ。スホイ57のスペックについて詳しく、スホイ57戦闘機の基本スペックとしては、短座式の双発機であり、全長 19.8 メートル、全幅14メートル、全高 6.05 メートルであり、ステルス性能や超音速巡航能力も有しているよ。ステルス性については、米国の F-22 戦闘機や F-35 戦闘機と比較すると一段劣り、ステルス性は進行方向に限定したものであるという評価が一般的だけど、それでも、ロシア空軍が有する唯一の第5世代戦闘機だね。まさにロシア空軍の虎の子の戦闘機ってわけだね。
そうそう。そして、2022年現在、ロシア空軍で実戦配備された機数は20機にも満たず、ロシア空軍としては、絶対に損失を出せない大切にしまっておきたい戦闘機のはずだよ。このロシア空軍にとって大事なスホイ57戦闘機だけど、ロシアがウクライナにステルス戦闘機を投入する必要性が発生したのかといえば、答えはノーなんだ。みたいだな。ロシアはウクライナ戦域にステルス戦闘機の必要性は感じていないようだぜ。そうなの？それってどうして？なぜなら、今回投入されたスホイ57戦闘機は、ステルス性を最大限に発揮するために機体内部のウェポンベイに弾薬を収納して出撃することをしていなくて、弾薬の搭載量を最大化するために従来型戦闘機のように機体外部に弾薬を取り付ける形式で飛行していたんだ。これは、スホイ57戦闘機の利点が全く活かされてなくて、ステルス戦闘機としてではなく、従来の戦闘機と同様の運用方法で戦線に投入されていることを示しているよ。これでは、撃墜されて西側諸国に機密漏洩する危険性を冒してまで、スホイ57戦闘機を投入した意味がないよな。そこから推測されることとして、ロシア空軍内で既存の戦闘機や戦闘爆撃機の在庫が不定しているのではないかということだね。もともと、稼働率の低いことが推測されていたロシア空軍だけど、ここに来て、稼働率が深刻なレベルにまで達しているのかもしれないよ。過去、ロシア空軍は2018年のシリア内戦でスホイ57戦闘機の実戦投入を行っているんだけど、シリア内戦で投入した際は、ロシア空軍の盛況さを世界にアピールする絶好の機会となったんだけど、ウクライナ侵攻においては、ロシア空軍の脆弱さを示すこととなり、両者が無役の結果となってしまったことは、ロシアにとって非常に皮肉なことだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。